新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。終わったやん。せーの、チュキチュキー投げ出し、よろしくお願いしますということで、2023年になりました。昨年はですね、あの何本の皆さんに支えていただき、うん、素晴らしい1年を迎えることができましてね、ありがとうございます、ありがとうございました、本当に皆さん。それこそさっきほんまね、紅白歌合戦のリハーサルしてきましたね、うん、してきた、はい、まあここからですね、年末年始いろんなお仕事をさせていただきますけども、うん、この年末年始の近況を報告させていただきまして、うん、ファンの方に答え合わせをしてもらえればなと思います。はい、で年末でいうと、まあ、紅白歌合戦、うん、そう、初出場させていただきますけども、ね、ほんまにさっきのさっきやもんね、リハーサルしてる、うん、さっきのさっきですね。普段はね、小倉さんで報告させていただいてるじゃないですか、うん、そうね、うん、けどなんか全然違うかとね、なんかセットも違うよね、そうそう、本当に別次元に来てるかのような、あの、うん、なんていうんでしょう、迫力がありました。そうね、でも本番、はい、ですけども、うん、大橋さん爆笑とってましたね、紅白。ちゃ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 、まだ28日やからって言ってて、そういうのダメよ。やっぱ2023年に向けてちょっとずつ変わってってる。なんか珍しく長いツッコミします。いや、ありがとうございます。2023年はそんな感じで、ちょっとツッコミちょっと頑張ろうかなと思いますけど。おー、いいやん、これから長おもんないツッコミやっていい。長おもんない最悪やん。その本番が終わった後はですね、うん、カウントダウンコンサート、ほんまや、ほんまや、ありますよ、ちゃんとお見せかやな。いや、この流れがやっぱ憧れてたもん、憧れ憧れ。で、テレビで見てたやんか、うん、その紅白とか。そうやね、それをほんなら見られる側ってことやろ。そうや、めっちゃ嬉しいな。そう、嬉しいです。で、僕たちシャッフルでね、あのビークエンダー、平成ジャンプスのね、ビークエンダー、ビークエンダー撮らせていただきましたけど、夏ぶり。そうやね、 SNS で、うん、SNS で僕たちがね、バックで出演させていただいて、今回は僕たちを歌わせていただいて、はい、あん中に入れるのすごいよね。そうやね、僕たちは結構正月休み、そうですね、ありそうですね、ありそう。どんなことします？なんかこの人と会いそうやなみたいなのあったりしますか？ある、ある、こじけん。おはははこじけんとはね、もう約束してて、おうおう、それこそ俺クリスマスもこじけんと一緒やったからさ、すげえな。そう、高校の友達、おう、うん、と、お、飲みに行くかみたいな。うぇー、ハッピーじゃね。頑張って焼肉屋の個室予約しとったもんな。記憶取られへんかったね。ジョーク何するんですか？俺も関西ジュニアのライブ見に行って。ああ、そうやね。だってマネージャーさんからも聞かれたよな、いつ来ますみたいな。うん、そうそうそう。まあでも関西ジュニアが頑張ってる姿をね、見に行くと、うん、俺らもちょっとこう頑張ろうって思えるから、うん、行きたいですね。そうですよね。今日さ、うん、それこそあのちょっと領収書の整理しようと思って、はい、財布をちょっとこう整理してたらさ、追、はい、ってる紙があって、はい、それ見たら、ご飯断らん件って書いてて、何それ、何やったっけこれと思って、ご飯断らん件思い返したら、あの目覚ましのコーナーで流星が誕生日のプレゼントをくれた件があって、俺それ入れてたよ、あの財布にね。お正月ご飯行こうな。きつい。いやでもちょっと断られへんから、断らんさ、なんか断らん、領収書あさってたまたま出てきたから行こうやは嫌じゃない？頑張れ、負けるな、負けるな。いやでも、でも、いやでも考えて、大事に取っといてくれてるかと思ってて、考えて、俺財布にずっと入れてて、あたんな。まあね、あの2023年も、うん、楽しい一年にしていきたいですけど、あ、ちょっといいですか？お、いよいよ、うん、あの僕のご褒美企画が、お、あ、そうやな、ほんまや、突入いたしますので、あ、そう、突入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 、お正月休みなくなるとかないですね。もちもち、もちろん、お正月休みはありますから、もちもち、もちろん、もちもち、もちもち、もちもち、正月過ぎ、正月過ぎ、そのあいの手、僕のご褒美企画、あの、お前ね、称号3つ取りました。はいはいはい、その時に、1泊2日で旅行行くんですよ。はいはい、僕の考えてくれてんの、素晴らしい。温泉旅行行きます。うわ、すごいよ、すごい、温泉旅行、はい、マジ温泉旅行に行くんですが、はいはい、そこで、皆さんにやっていただきたい出し物があるので、出し物、ちょっと待って、これ、あ、これ、これさ、今日、なんか、まず、はい、藤原ジョージ6、俺から、はい、7人漫才を、僕たち6人からの熱い要望で来ましたよね。いや、まあそんな熱くなかったですけど、はい、すごい熱量のこもった要望が僕たち6人から来ましたので、はい、7人漫才を考えてください。うわー、そういうことか、す
すげえ。じゃあとりあえず正月のあのスケジュール全部漫才リハだよ。リハってんの？やめて漫才リハ。そしてちょっとまあぶっ飛んだものも見てみたいなと思うので、長尾、大橋くん、恭平、3人ならではのミュージカルを僕に見せてください。その反応はバラエティー初めてやった。何今の反応、なんか怖い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 、ね、何今の、いや、なんか今の、何今の、いや、こういうのやらなかったのかな、来たの来てなかったね。A 型でください。3人で、3人ならではのね。 B 型で、そう、だってね、ミュージカル経験者もいますから。そうですね。ってことはさ、ミュージカルもせなあかんし、漫才もせなあかん。そう、ゆっくりできんぐらい年始。そして、お二人、お二人、お互いの好きなところを言い合ってください。やったぜ。楽ー。まあ、ちょっと違うけど、なんかさ、3秒で、なんでこんな B 型だけきついねん。 B 型罰ゲームすぎやろ。よかったんで、あの、思い出作りたいんで、僕が。やっぱり僕が見たいものをこう、要望したって感じです。まあまあ、それは、もう話はね。ってことはさ、7人漫才ってことやから、これはミッチーも参加する。あ、僕も参加します。ミッチー、ミッチーに大ボケとか振っても全然大丈夫。あ、全然、もう何でも全然いいんや。ウェルカムです。で、謎のミュージカルが始まる。マジ謎、謎やな。それ順番も気になるような。ちょっと歌詞もごめんな、作るじゃん。いや、まあ、作詞作曲、作詞作曲、作詞作曲、勝手や、お話めっちゃいいよ。ミッチーないよ。で、ミッチーが見たいものを作ればいいってことだよね。そう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 、普通にもう何でもいいな。あ、ご褒美やから、ご褒美やからね。ミッチーでもご褒美やから、はい、楽しんでもらえるように頑張る俺らも楽しんで。はい、ということで、では皆さんですね、今年もなにわ男子、そしてなにわチューブをよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、以上、なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく、グッドボタンもよろしく、よろしく。もういいことなくなってるやん。よろしく。ならではのミュージカルを僕に見せてください。あっ。いやいや、その反応はバラエティー初めてやん。何今の反応。